マーガレット・ボーォート、マーガレット・ボーォート、マーグロット・ボファート、1443年5月31日から1509年6月29日は、バラ戦争期のイングランドにおける、ランカスター派の貴族階級の女性である、ボーフォート家出身。生涯4度結婚したが、唯一の子供が、後のイングランド王で、チューダー朝の子祖ヘンリー7世である。マーガレット・ボーートは、 サマセットコージョンボーフォートとの娘として生まれた。父方の祖父は、初代サマセット白ジョンボーフォートであり、マーガレットは、ランカスター,コージョンオブ・ゴーントとその愛人であった、キャサリン・スウィンン・ホードの彦にあたる。祖父は、両親の正式な結婚を受けて、後に、イボアニ・ヘンリー四世と教皇の許可により、諸子から着出死へ土地位を上げたが、条件として子孫である、ボーフォート家は、 多い継承権を放棄させられてた。マーガレットは4回結婚しているが、子供はただ一人、13歳で産んだ後のヘンリー7世だけである。1444年、わずか1歳で父を亡くしたマーガレットは、正界の実力者だったサフォーク公、ウィリアム・ドラポールの貢献を受けて育ち、1450年2月に7歳にも、かかわらず、サフォーク校のジョンが、 最初の結婚相手となった。しかし、同年5月に、サフォーク公は暗殺され、ジョンとの結婚は1453年に無効にされた。またいとこのイングランド王ヘンリー6世が、自分に子供がいなかったため、マーガレットを、多い継承者に指名することを考えたためだった。ヘンリー6世は1455年、マーガレットを、自分のイフテイ・リッチモンド博。 エドマンド・チューダーと再婚させた。エドマンドは、キャサリン王大号、ヘンリー五世の未亡人と二番目の夫、オーエ・チューダーとの長男だった。後に、ヘンリー・チューダーの即位に際して、このキャサリン王妃の再婚の合法性について議論されることになるが、法的には問題なかったと考えられる。ところが同年からバラ戦争が始まり、第一次戦闘オルバンズの戦いで、 ヘンリー六世の側近だった叔父のサマセット公、エドムンド・ボーホートがヨーク派に殺され、ヘンリー六世もヨーク派に捕らえられ、ランカスター派とボーホート家は、存亡の危機を迎えた。その余波で、エドマンドもヨーク派に捕らえられ1456年11月1日に、極死した時、マーガレットは妊娠しており、翌1457年に、息子ヘンリー、後のヘンリー七世が生まれた。 マーガレットは1459年に、ヘンリー・スタッフォード卿、バッキンガム公ハンフリー・スタッフォードの息子と三度目の結婚をして、ヘンリーは1461年に、リッチモンド博に上されたが、同年にヨーク派の捕虜となりウィリアム・ハーバート、後に、ペンブルック博の保護下に置かれ、戦況はますますランカスター派が劣勢になり、1464年と1471年に、 いとこのサマセット校ヘンリー・ボーフォートとエドムンド、ボーフォート兄弟がそれぞれヘクサムの戦いとトゥークスリーの戦いで、敗し、ボーフォート家は、断家が途絶えてしまった。1469年にヨーク派で内紛が起こり、エッジ公とムーアの戦いで、ペンブルック博が戦死、ヘンリーは解放され、エドマンドの弟、ジャスパー・チューダーに引き取られ、1470年に、 ヘンリー六世の復帰で一時ランカスター派が頂点に立ったが、翌1471年にエドワード四世の反撃でヘンリー六世は廃位され国し、ヘンリーとジャスパーはフランス、ついでブルターニュへの亡命を余儀なくされた。1471年にスタッフォード卿が亡くなった後、マーガレットは1473年から1482年の間に、 トマス・スタンリー教と四度目の結婚をしている。トマス・スタンリーはその時々の権力者にうまく追従する傾向があったようで、この時もヨーク派に属している。ランカスター派のマーガレットとヨーク派のトマスとの結婚は、政略結婚だと言われている。この間、マーガレットは、大陸で亡命生活を起こっているヘンリーの身を案じ、ヨーク派のブルターニュに対するヘンリーの引き渡し要求を彼に知らせて、 逃亡に手を貸し、一方、エドワード4世に取り入りヘンリーのイングランド帰国に尽力している。マーガレットはエドワード4世の弟リチャード3世の宮廷に入り、夫トマスと共に1483年7月のリチャード3世の戴冠式に出席している。しかし、10、おいで3番目の夫のおいでもある。 バッキンガム公ヘンリー・スタッフォードの陰謀に加わり、リチャード三世だと、とヘンリーの即位を企て、露見して、バッキンガム公が十一月に処刑されると立場が危うくなった。トマスの取りなしで過労時点命拾いしたが、リチャード三世に、息子エドワード五世を殺された前王妃のエリザベス・ウドビルと、密かに結び、その娘で、エドワード五世の姉エリザベス・オブ・ヨークと、 息子ヘンリーを婚約させた。これが後に、ヘンリーの多い継承権を強化することになった。1485年8月22日、ヘンリーが、リチャード3世と私有を消した、ボズワースの戦いでは、トマスは、リチャード3世の側についている。ただし、夫人はしたが参戦はしなかったため、実質的には中立。リチャード3世はトマスがママ子に味方するのを恐れて、 トマスの長男ジョージを人質に取っていたため、迂闊に動けなくなっていたのだった。結局トマスが寝返って、ヘンリーに加勢するのは、大勢がヘンリーに傾きかけたタイミングであった。だが、戦闘が終わった戦場からリチャード三世の被っていた王冠を見つけ出し、ヘンリーの頭に被せたのはトマスだった。10月に挙行されたヘンリー七世の戴冠式にマーガレットは、トマスと共に出席。 トマスはダービー伯爵に助せられ、マーガレットもダービー伯爵夫人となったが、マーガレットはリッチモンドとダービーの伯爵夫人と自称したという。翌1486年にヘンリー七世とエリザベス・オブ・ヨークの結婚式も取り行い、同年にチャクソン・アーサーが生まれチューダー朝の正当性も確保された。こうしてヘンリーはイングランドをヘンリー七世として即位したが、マーガレットは 王妃、クイーン・コンソートになったことがないため、王太后クイーン・マザーの称号は得られなかった代わりに、王母夫人、マイラディ・ザ・キングス・マザーと呼ばれた。晩年のマーガレットは、宮廷から引退して、信仰生活と教育信仰に余生を捧げた。1495年にヘンリー・7世夫妻が、ランカシャーを訪問した時は、ダービー博と共に艦隊したが、 以後は、ロンドンかサリーの別荘で過ごした。1497年には、同セットのウィンボーンに、大衆向けの無料の学校を開校する意思を表明。1509年に、マーガレットが亡くなると、この願いは、ウィンボーン小学校として実現する。学校の場所と、名前はそれ以来変化して、今日では、エリザベス女王の学校として、同セットで最も大きく。 国内でも有数の大きさの学校である。また1502年、ケンブリッジ大学に自分の名を冠したレディ・マーガレット進学教授のポストを新設した。それにとどまらず、ケンブリッジ大学の拡充を推し進め、ダービー・ハクト1504年に死別して一段落した1505年、マーガレットはロチェスター主教ジョン・フィッシャーの協力でゴッズハウス、ゴッズハウスを再建、拡大し、 ケンブリッジ大学クライスツカレッジを開学した。3年後の1508年にも、ケンブリッジ大学セントジョンズカレッジ設立を計画したが、実現は死後の1511年までかかった。オックスフォード大学の発展にも関与しいくつか、講座開設を働きかけ、オックスフォード大学最初の女子校である、レディ・マーガレット・ホール校は、マーガレットの名前にちなんだものある。 文化の講演者としても活動、ウェストミンスター寺院の建設を監督、死後はここに葬られた。イングランドで印刷業を始めたウィリアム・キャックストンを援助、自らもフランス語の本を英語に翻訳し、トマス・ア・ケンピスのキリストにならいての第四版を翻訳している。1509年4月21日にヘンリー七世に先がたれ、二ヶ月後の6月29日に後を、 応ように66歳で死去、ヘンリー7世礼拝堂に埋葬された。マーガレットの孫のイングランド王ヘンリーパッセイ、アーサーの弟が、イタリアフィレンツェ出身の画にデザインさせ、デジテリウス・エラスムスに名を作らせた墓が残されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。